近藤教止4月15日から1952年5月6日は昭和時代の学生運動家、法政大学文学部哲学科3年生。戦後の学生運動における最初の犠牲者。1930年4月15日、北海道に生まれる。法政大学に入学。教養部時代に文学部委員長、ついで自治会副委員長となる。反戦学生同盟に入り、 1950年にアメリカ占領軍が進めたレッドパージの反対闘争に参加した。正しい認識と正しい実践の間で思い悩む哲学青年だったという。1952年5月1日の第23回命令において全学連のデモ隊に参加、皇居前広場で警官隊と衝突して重傷を負い、時計医大病院に入院する。 警察の取り調べを受け、その5日後の1952年5月6日に死亡した。直接の死因は頭蓋骨骨折。地の命令事件と言われ、戦後学生運動の最初の犠牲者となった。5月24日に、都学連総が東京大学で、学生総が厚生大学で行われ、末川博士や阿波徳三郎などから弔辞が寄せられた。一方、法大総長、 大内兵衛は、近藤の死について、個人的には大変お気の毒としながらも学生がデモに参加する必要はなく、学校としては何とも考えていないとの見解を示した。ありがとうございます。